次のムーブの紹介、次はこのエンダーマイトっていう、なんじゃこりゃなやつなんじゃこりゃなやつ、絶対人気出ないなっていうようなモブ、言っちゃ悪いけど絶対人気出ないなっていう、こんなモブが出てきました。エンダーマイト、こいつなんですが、まあこのエンダーマンがスポーンされ、あれあれイージーやけどな。まあ今のみたいなエンダーマンがスポーンされた時に、まあこいつが出てくるみたいなんですよ。まあ、実際見たことないけどどんな感じかわからんし、今ダイヤ剣一発で死んだ、弱いし、多分攻撃してこんのだろうかな、モブの方には。モブじゃないわ、プレイヤーの方には。でこいつは確か狼と、狼じゃないわ、アイアンゴーレムとクリーパーを攻撃するみたいなんですよね。つまりまあ、ここでよくサボっとって俺のイラつく原因になっとる、マモルくんがいますわけです。の後ろにこう置く、いけエンダーマイト、マモルくんに制裁を加えろ。まあ、今のは何かの間違いないよな、今のは何かの間違いないよね。2号機いけ、この役立たずもどもめめめめ役立たずもどもめ今日噛むないいオチのところで噛むな。あ、多分こいつらはマモルくんのファンやけんさ、マモルくんの攻撃攻撃したくないだけだと思うよな。やけんクリーパーには攻撃するんじゃないかな。スルーかよ。最後のモブの紹介したいと思うんですが、その前に先に言っておきますと、いやまあモブ紹介してから言おうかな。モブ紹介します。このガーディアンっていうやつ、おお、なんか戦えそうなやつがすごいの出てきたなこういうちょっと見にくいかもしれんけど、水中の中やけど見にくいかもしれんけど、こういうガーディアンっていうやつが出てくるんですよ。それとなんかスポーンブロックが、スポーンブロックじゃないわ、スポーンエッグがね、クリエイティブで出せんかったんで今回見せれんのですけど、エルダーガーディアンっていう、これの上位互換のやつも出てくるんですよ。てか新しく出たんですよ。こいつの出てくる場所っていうのが、これも 1.8 で新しく出たんですけど、海洋遺跡とか海底遺跡とかそういうのが新しく出てきたんですよ。それもちょっと場所とか調べるのが大変なんで今回はお見せすることができませんけど、まあそういうところにあるんです。まあ、とりあえずこういう、あ、なんかイカ戦いよる、今イカになんか攻撃仕掛けた今。あ、ビーム撃ちよる、ビーム撃ちよる、ビームってか水の泡かな、泡倒したよ、イカのこと殺したよこいつ。あ、すごい習慣が、まあ、こんな感じでイカとプレイヤーに攻撃を仕掛けるタイプのモブなんですよ。あ、こっち睨んでるまあそんな感じで、おい、やるか、やるんか、お前。やるんか、うわ、撃ってきた。こいつ、俺にもビーム撃ってきよった。あ、大丈夫、待て、こら、待て、あ、避けろ、車線上から離れろ、あー、距離離して、ブワー、やばいやばい、近づくんが難しい。まず近づくんが難しい。これ、近づくんが、ブワー、やばい、あんなレーザー避けれるか。避けれん、そんなん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 避けれんって、あー。やば、あいつめっちゃ強い、ウサギここまで来てる。屋上のウサギここまで来てる。まあそんなことはどうでもいいよ。あいつめっちゃ強い。何あれ、あんなん弓矢がなかったらあかんのろ、あんなん、あんなビーム避けれんわの紹介なんですが、これも仕様変更ですね。このスケルトンのと狼に関しての
最低変更、最低ちゃうな、章変更です。このちょっとやめて、近づいてくるのやめて、不気味なんや。お前が恋してこんって分かっとっても不気味なんや。てかどこ行くんお前、ちゃんと追ってくれよ。別のにするわ、もう別のに。うん、この狼なんですけど、この狼をスケルトンに近づけるとこんな感じで、狼がスケルトンを追いかけるんですよ。すっごい目がきちっとんで、狼もうえらいこっちゃやでくれぐらい怒っとるよ。狼スケルトン 何かしたわけでもないのに。おっと、水の中に逃げましたが、狼は追いかけない。狼は泳げない。狼、その狼をドボンしてみる。狼は水の中を泳ぎながらもスケルトンに近づく。これ泳ぎながらもスケルトンを追いかける。もうこれはもうルパンとゼニガタの逃亡劇みたい。おっと、そんなかんなで、なんか一匹目のスケルトンの方に近づいていっております。これはなんか面白い展開になりそうです。イカがその様子をじっくり見ております。おっと、イカがすごいヤジみたいに邪魔しております。若干スケルが近づいてきま、あった、イカがスケルトンを助けおる。狼は邪魔しおる今。若干、おっと、一匹目のスケルトンも気づいて陸に上がって逃げました。狼がまだまだ橋の下を追いかけております。狼は案外溺れずに泳いでついていっております。スケルトンがまだ追いかけてくるんかって言わんばかりに左右を見ながらも逃げて逃げまくっております。さて、陸地が見えてきました。陸に登って、おっと、陸、おっと、スケルトン登ろうとしておりますが登れない。そこは段差が高い。そこに狼の攻撃が、スケルトンがやられてしまった。狼がスケルトンを潰してしまった。狼が追いついてキルをしました。逮捕です。狼がスケルトンを逮捕しました。天界への牢獄に逮捕しに行きました。何よこれ。そしてもう一匹のスケルトンは、はあ助かったわっていう感覚で、あーもう危なかったっていう物語ようなんですね、顔しております。最後にちょっと今回の 1.8 の目玉みたいなもんかな、バージョンが新しく増えたんですよね。このいつものスラッシュゲームモードの一つ開けて1とか2とか打っちゃうじゃないですか。そこに3を打つんですよ。そしたらこのスペクティブモードっていう風になるんです。どんなモードかっつったら、こんな感じで、もう壁とか地面とかをもう関係なしに動き回れるようになります。これ見てくださいよ、こんなマインクラフトを見ることになるとはって思わんかったよね。これまで撮れんかった角度でさ、マインクラフトを映せるってことは、つまりそれをうまく利用してドラマとかそういう茶番動画とか撮りやすくなったわけですよ。ていうかこれなんか立体的なアスレチック作ったらさ、なんかカメラとかでこうアスレチックで視聴者さんにどういうルートで通ればゴールできるかとか見せつつも挑戦してもらえるみたいなことができるわけやけん、すごいよな。あとなんだろう、ドキュメンタリー動画っていう感覚でさ、誰かの一日を撮るみたいな、誰かの奥を撮るみたいな動画を作るとしたらさ、鉱山の探索のところ習慣をさ、こういう断面で見たら面白いよないかな。そこを角曲がったらモブがいるよみたいな感じでもさ、映せるわけやけん。これ使い方によっては本当面白いんちゃうかな。あと、このスペクティブモードの一つのやつとして、モブに右クリックしたら、これでいいんだろうか。あ、左クリックか。左クリックしたら、こんな感じでモブの視点が見えるんですよ。モブの一人称視点が。今クリックしたウサギの視点なんですけど、何これ。ちょっとこのウサギ、マモルくんに一目惚れしたん。ずっと見つめようね、これ。まあこんな感じでね、一人称視点で、まあモブに取り付くみたいな感じかな。取り付いて一人称視点が見えるんですよ。視界が見えるみたいな感じかな。若干ホラーゲームの、サイレンっぽい感じですけど、
ちなみにこれ取り付いたからってあのモブを操作できるとかそういうんじゃなくて視点の移動もできるのですよ。完全にモブが向きたい方向を向いとる方向を見るだけだったんで、これ何に使うんだろうって感じやけど、まぁ、ちょっと面白いかな。まだこんなウサギの中、ウサギ雲から逃げてるやん。あ、そうでもないか。まぁ、こんな感じで、こんな中で、こんなウサギのたくさんおる中に雲一匹呼び出すもんどうかと思うけど、めっちゃお前仲良さそうに見つめ合っとんじゃないか、お前ら。なんなんこれ、ウサギと雲のお付き合いなんか俺見たないからな。やめろ、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 や、あ、俺、スペクティブモードやけん触れへんでないか。ね、雲に取り付いたらこんな感じで、他のモブとは違う視点が見えるんですよ、これ。いかにも雲って思えるような、こういう、なんていうかな、たくさんの目で見た視点みたいな感じなんだろうか、これは。こんな感じで見えます、雲の場合。ちなみに雲以外にもこんなんがあるみたいで、なんだったかな、エンダーマンだったかな。エンダーマンクリエイティブに出しちゃ一瞬にしてどっかに飛んでいくんで、ちょっと見るのが大変なんですけどね、クリエイティブだったら。まあこんな感じで雲でこう見える感じの、なんだろう、エンダーマンバージョンみたいなのがあるんだろうか。もう見えるみたいですわ。皆さん、スペクティブモードの使い方っていうか、一つの楽しみ方の一つを見つけましたよ。さっきっていうか、動画ではさっき、スケルトンと狼の追いかけっこのやつを見てもらったと思うんですが、これでね、スペクティブモードで、このスケルトンと狼を出した状態で、狼の方を取り付いたら、狼の追いかけるシーンが見えるんじゃないかなって思って、ちょっとやってみたいと思います。あ、狼先出してもったあ、いいや。まあ、おっと、距離的に、あっ、スケルトン先に気づいた。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、予想外。よいしょ。ゲームモード、3と、よいしょ、いや、待て、どこいや、あった、やられるな、さっきやられな、あ、お、視点が見える、いいぞ、スケルトンを捕捉しました、追いかけております、あ、なにこれ、なにこれ、ピストンの上下運動みたいなやつや、オオカミそこからじゃ登れんよ、詰まっとるよ、あ、穴入っていた、つまり、なんか居住区作っとんみたいな感じになったんだね。何してんの、オオカミ。そんなとこじゃ追いかけれんよ。気づいた。この陸地の多いとこでやればいいんだ。つまり、スケルトンここで、オオカミ、スタート。3と、よいしょ、いけ、待て、おお、2匹おる、いいぞ、2匹おるぞ、これは追いかけっこだ、お、これはいいぞ、これは、お、攻撃、ヒットしましたね、あー、スケルトン倒した、今スケルトン倒したところを見た、いいやないっすか、できればもう一匹のスケルトンとも戦ってほしいんやけど、どこ行った、もう一匹、いや、早っ、いや、早いな、と、まあ、こんな風に、スペクティブモードもなんかね、使い方次第で面白いシーンが撮れたりもしそうなんですね。ちょっと思いついたら何かやってみるぐらいの感じでやっていきたいと思いますね。あ、なんかここでさ、先におったスケルトンがさ、俺危なかったわーみたいなことをクリーパー2匹に話しかけようってね、なんか奇妙な光景やってますけど、まあ、というわけで今回はここら辺でバージョン 1.8 の楽しさっていうのを視聴者さんに伝えようと思ったんですけど、スケルトン燃えてる、スケルトン燃え始めた。スケルトン燃えております、スケルトン燃えてます。狼から逃げても今度は日光から逃げられない。あ、逃げ切る。いけた。というわけで、まあ 1.8 の楽しさを伝えれたらいいなと思っております。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。仕上げ。パソコンするぜ。今日は何しようかな。そうだ、早速検索。
動画は